3年生の女の子、5歳の坊主の男の子、2歳3ヶ月の女の子。いや、すごくない？私とパパとバーバの協力と、あと一時保育と預かり保育と、みんなの力で夜の中でもちょっとこれは大変だったなみたいな、多分ワーママってね、みんなあると思うんですけど、レッスンを自分が持ってたりすると替えが効かないって思っちゃうから、基本的にやっぱり子どもの熱とか体調不良とかになった時に、まあ、保育園使えないし、一時保育も使えないってなった時にどうしようってなったら、もうもう本当に今月、先月か、も助けられたんだけど、若手の真央先生っていうMLS で水曜クラスやってる先生がいるんだけど、2本でやってるんだけど、ちょっと私が来れない時とかは、娘とか息子の急な発熱とかだと、もう4本フルでやってくださったり、そう、ありがとうございます。回ってます。ピチなしっかりしたそうとか、知り合いの、まあ、ダンサーの友達に代行で来てもらったりとかの連絡もひたすら LINE でみたいな、とか電話したりとか、ちょっとちゃっかり一人がなったらもうみんなだよ ね、そうそうそう、それが大変だ ね。でもまあもう頼れるものは頼って連絡して、先を見据えて行動するというか、今まではなかったけど、子育てしてると何が起こるかわからないから、そうですよね、このイベント前とかこのレッスンの前にこうあったらどうしよう、ああしようとかいうのは割と頭の中で常に考えてるかも。SNS で見たのが、川崎病に一番下の子そうがなんかなった、入院したっていうのを見て、なかなか難病じゃないと思ってちょっとびっくりしたんだけど、あれは大丈夫だった？あれはだ、まあ、今のところ大丈夫で、でもまあ一番下の子1歳の時に突発性発疹か、で高熱を出して、その高熱で熱性痙攣を起こして、怖いやつだ、で1日2回痙攣を起こしてしまって、入院した経験があって、そうだから1歳のお誕生日は病院で過ごしたっていう過去があって、まあ、入院に関してはだからまあちょっと慣れてるというか、まあそこまでびっくりすることではなかったんだけど、2歳の誕生日過ぎたぐらいの時に高熱が続いて、3日間ぐらい高熱が続いて、であれおかしいなって思ったら、たまたまママ友が症状を言ったら、川崎病の症状に近いんじゃないって教えてくれて、私知らなくて、すごいなそのまま。そうです、まあ調べたらもう項目がすごい当てはまることがすごい多くて、すぐ救急で受診しに行って、でそのまますぐ診断、川崎病の診断がついて、でそのまますぐ病院に入院して、でまあ治療法は決まってるから、まあ薬投与してだいたい1週間ぐらいで退院したのかな。ああそうなんですね、はい、で、まあ何が怖いって、多分川崎病って血液の炎症でほっとけば治るんだけど、炎症を起こしてしまった時の後遺症で血液にコブができちゃって、それで心筋梗塞になっちゃったりとか、そう、その後遺症が怖いから早めに炎症を抑えましょうっていうんで、だいたいみんな入院で炎症をそう早めに抑えて、で後遺症がないかを常に確認するっていう病気なんだけど、まあ、今は3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、1年、2年、3年って定期検診に行かなきゃいけなくて、で今もそう、通ってるんだけど、まあ、今のところ異常もなくて元気に過ごしてます。もうちっちゃい子が入院したみたいなの、なんか今会えない、会いに行けないし、お見舞いとかね、いるんですよね、知り合いのママとかに入院して、いやーもう心が痛いと思ってねー、もうママが泣けちゃうんじゃないかな。そうそうそう、もう寝かしつけも ね、うまく大体起きちゃうから粘るけど、もうあとは看護師さんにお願いして、わーわーキャー言ってる娘見ながら胸が痛いと思います。もういろいろ経験されて、なんかいろんなことが起きますよ ね。でもなんかちょっと強くなれた気がする。そこのね、一個その、まあ、川崎病じゃないって言ってくれたママとかもそうだけど、やっぱ経験値が上がると、そうそう、うん、
うん、なんか強くなれるし、うん、こう気づいてあげられる、うん、他の子供に何かあった時とかもっていうね、そうそう、経験値がすごい上がってます。まさき病すら知らなかったから、あ、でも今は元気に生きてます。元気すぎます。何よりかわいい、かわいい、2歳かわいい、かわいい、いやいやきだけどかわいいね、かわいい、言わない日はないかわいいって言っても、かわいい。他にそのダンスサークルをやってよかったな、印象に残るイベントだったりなんかありますか、思い出。 MLS ってうちのサークル、 MLS ってマイリトルサンシャインっていうやつの省略で MLS、はいはい、うちのパパが考えたんだけど、どういう意味、どういう意味。そう、あのマイリトルサンシャインってこう私の太陽みたいみたいな、自分の子供をこう私の太陽みたいっていう、うん、照らしてくれるっていうので、そのマイリトルサンシャインってかわいい。もうそう、だからロゴもそう太陽で、そのトイが輝いてほしいし、輝くことによって周りのみんなもハッピーになってほしいっていう願いがあるから、なんか自分のそう子供だけじゃなくて、まあ、本当に地域密着で地元の祭りとかやっぱり地元の友達たちが多いから、なんかみんなで育ててダンスのスキルだけじゃなくて、こう人間性としてもみんなでこう成長させてあげたいっていう思いがあるんだけど、やっぱりその発表会、ちっちゃなステージ箱を借りて4月と10月と12月、あれ10月もうすぐじゃない、そう10月公開予定なので、こちらの YouTube は、10月にすぐじゃん。そうで、まあ一応やる方向なんだけど、はい、発表の節目が年に何回かあるから、はいはい、4月の時はよちよちしてたのに、なんか10月になったらなんかめっちゃ動いてるみたいな、なんかこの子すごい上手になったよねとか、自分の子供のナンバーだけじゃなくて他の子のナンバーを見て感動してママたち泣いてたりとか、なんかそう自分の子供がメインなんだけど、こう MLS としての子供たちを保護者のみんなが高く見守ってくれてる感が毎回の発表ですごい私も感じることが多くて、なんかもう本当やってよかったなって、それを見るとお互いに感謝し合うっていうか、本当に心が豊かな人が多くって、そういう人たちがまた集まるサークルっていうのがいいですよね。なんかね、そのルイはルイを呼んで、ね、同じような雰囲気の人ってこう固まりやすいですからね、そうだからありがたいことにも本当にあったかい人たちばっかりがこう集まってくれて、でみんながみんなで子どもたちに経験させてあげようとか、こうみんなで見守ろうねっていう感じがすごいあるから、なんかキッズがメインのダンスサークルみたいなイメージありましたけど、なんかそれをサポートしてる大人たちもすごいいい関係と、本当いい関係、パワーをね、その太陽の光を浴びてるっていう雰囲気があるんですね、そうですね、最高じゃん、ね、振り返って言葉に出すとやっぱそうだわ、じっとしちゃうね、じゃあ楽しみですね、そのまた発表の場がすぐあるわけですよね。そう、10月、そう、今じゃあ絶賛練習中、そう絶賛練習中、お一応までもあの感染対策で保護者は1人までにしてるんだ、になっちゃうのが本当残念なんだけど、まあ密を避けてこう SNS とか見たらあの踊りが見れたりとかしますか、はい、発信します、お、はい、ね、あの見てない人は ね、そういうのでちょっと雰囲気を見ていただいて、かわいいね、みんなの、ね、成長私も楽しみにしてるので、MLS キッズたちのね、みんなよかったら見て面白いなと思ったらグッドボタン、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです、お願いします、宣伝ちゃっかり宣伝、またねダンスっていう音楽っていうのがまたいいですよね、好きなものを通してみんなが成長できるし、いや本当ダンスっていいなって毎回思う、MLS もやってて、そうみんな やってほしい、ね、欲しいって、ねね、まあ、今日お話聞いてみて、ね、一歩踏み出せなかったなと か、なんかやるイメージ、具体的なイメージがわからないんだけどみたいな人とかね、ちょっとなんか参考にしてもらえるといいのかなと思います、はい、ぜひぜひ。本日のゲストはですね、3人のママでありそしてダンスサークルをね運営してらっしゃるしょうこさんにお越しいただきました、ありがとうございました、さあさあ、ありがとうございました、What's up?